もちろんフィッシュ僕はまあ、おじいの影響で、まあ、牛豚鶏を食べないベジタリアン、はい、家庭に生まれてるんです。家族全員がそうなんで、本当にまあ、僕36なんですけど、ちっちゃい時から水道水を飲まないとか青汁を飲まされているとか、玄米しか食べたことなかった。小4の時に初めて白米食べたみたいな。健康食品をもう携わってる、おじいのところに生まれたんで、家庭に肉が出てこないんですよ。皆さんから見たら驚くべきことじゃない。そうね。ほんってなるんですけど、ほんだら、牛豚鶏食べへんの。ほんだら、何食べてるの。いや、肉以外やけど。考えたらわかるやんっていう。逆にお前は牛豚鶏しか食うてないんかっていう。そんなわけないじゃないですか。まあ、ここな質問来るなって。それを、僕はまあ、珍しいですから、もう今まで、生まれてからこの方100万回ぐらい説明してるんですよ。これ仕方がないです。僕は悪いんですけど、絶対聞いてくるんです。まあ聞くのはしゃあないです。まあ何食べてんの？まあ魚と、まあ、野菜と、まあ、お米とかそういうものを食べています。ああそう。ほんだらクジラはどうなんて。いやクジラは牛っぽいので食べません。あれはまあ哺乳類やもんな。まあこの辺ぐらいだったらまだいいんですけど。ハムとかソーセージは食べるんだけど。いやよう考えるんだ、原材料豚ちゃうんかいっていう、うん、アホやなって思うとか、なんでそれ聞くんか分かんないですよ。じゃあ魚肉ソーセージは。いや食うやんっていう。魚やん。いや原材料考えてるわからんってそれは。いや考えてください。魚食べるって言ってて、魚で作ったソーセージ食うやん。魚吸ってますやんってなって。フィレオフィッシュは食べる。それが一番アホな質問。答えわからんもん。食べますよそれ。だからそれでこう喋ってたら、ファーストフード、マクドとか行ったら何食べるの。あ、そうやな思って。フィレオフィッシュやん。フィレオフィッシュやん。つらいやん。フィッシュやん。つらいやん。フィレオフィッシュ肉ちゃうやん、魚やん。すき焼きは食べませんやん。いやいや、肉は食べへんよ。豆腐食べますやん。肉食べないと。でも卵つけんの。卵食べますやん。卵食べます。肉ちゃうもん。肉と何こうした。肉ちゃうもん。出どころ。肉じゃないやん。ちょっとでも鶏やん。卵は鶏やん。分からんね。その辺は分からんぞ。卵って言われたらイラッとする。まあ卵、まあでも食べるけど、まあまあみたいなと思います。それをずっと突き進んでいくと、お前がもし無人島でおって腹減って虫に死にやん、ね、周りに何も食べ物ない、ね、うん、でも肉だけやん、ね、うん、他何にも食べるもんない、うん、死にかけてんねん。肉だけあったらどうする。いや食うやんって言う。食うに決まってんねん。食うやん。何やねん。嫌いな食べ物あるとするじゃないですか。食うんかいな。死にかけてるから食うやん。何そこでグルメ食って。食いませんってバカで死ぬわけないやん。エビバーガーは。エビ、魚介類が食べるやん。何回言うねんよ。あ、じゃあ、魚と野菜は食べます。吉野家は波を食べるんや。量の問題じゃないですよ。上の肉食べませんやん。ギリギリやったら米だけ食べますけど、だいたい鮭の定食ですよ。シーチキンは。シーチキンは魚やから食べるやん。まず考えよう。まず考えよう。いいですか。鶏人は食べる。食べへんやん。見たことないやん。鳥も食べへんけど人間も食べへんやん。あ、ビッグカツは。ビッグカツはできるだけ食べないですよ。原材料は何か分からんけど、カツの可能性もあるんやったら手出せへんやん。よっちゃんは。よっちゃんが食べません。いかやから。なんでビッグカツ食べへんかったら他の駄菓子食べへんと思うんすか。じゃあよっちゃんが当たったことある。ありますよ。何回勝ったと思ってるんですか。僕今までよっちゃんが当たってんだよ。何回も当たってますよ。なんで肉食えへんかったよっちゃんが外れてる人生やと思うんですか。ほんで温泉ね、連れてもらったんですよ、ジュニアさんに。ご飯食べてる時にジュニアさんが、まあ僕が肉を食べない家庭に生まれたってこと知ってるから、まあ話こうお酒飲みながら喋ってる時に、あ、でも小籔あれやで肉食べへんねん、うん、言うたら他の子からえ、そうなんですか言うた時に、ほんまいろいろ説明してたらジュニアさんが、あれでもお前ファーストフードはどうすんの。いや、フィレオフィッシュですけど。あ、そうかって言うてて、うん、今もフィレオフィッシュはって言うてきたじゃないですか、うん、ほんまアホやなって。何が何食うとか、なんで俺怒っちゃうから。でもお前何食おうか知らんの。肉食べへん
ていくんかなっていう何が残念な兄貴、弟も残念じゃんみたいな、もろともやないか、そんな兄弟揃って、兄弟揃ってるんですよ、何兄貴だけ残念みたいな感じで、いやいやいや弟もなかなかやる、いやもう覚えるように湘南民が、そうですね、今日受験しよう、よっちゃんよ食べるやな、食べますよフィッシュ、ビーフもちろんフィッシュもちろんフィッシュ、さっきもフィッシュ言うてんねんけど、フィッシュでええやんか、なんでフォアビーフ考えてくださいよ、まずめっちゃ怒ってるやん、いやめっちゃ怒ってるやんっていうよりめっちゃ聞いてくるやん、まず考えよう、ズバリズバリズバリ、なんでそれズバリズバリ、ステーキは食べる、もうええ加減にせえよ今兄貴より弟の方が残念やせいさんの方がだいぶマシですよめっちゃ怒ってるやん、もうええ加減にせえよ